ないですけども、私はやっぱりオンラインカジノについても、もうちゃんと合法的に認める方向でルールを作って、ちゃんとそこから納税してもらって、この運用すべきだと思います。ただ今はただただそんなものはないと、賭博罪が禁止だということになって、グレーゾーンに押し込めているので、今こう日本としてはなんか政府として何も見解出してないっていうのが現状ですね。だってこれってね、僕はその実際にこれまだその違法なの、オンラインカジノ日本人が日本でやることが違法かどうかっていうのは、まさにこれってめちゃくちゃグレーゾーンだと思ってるんですよ。うん。というのは、そもそもオンラインカジノって基本的には海外で合法的にライセンスを受けた会社がやってるわけじゃないですか。はい。うん。で、そこで、かけてる。だから、それって要は、もともとその賭博釣り会長とか、そういうそのヤクザとか、そういう、反社の人たちが、そういった、賭博場を会長して、で、そこで企画にかけさせるの、これがだからダメなんだっていう、まあ、そういった立法趣旨としては、そういう立法趣旨なわけじゃないですか。なのに、合法的なカジノでカジノをして、賭博をしてるのが、それは合法なの、違法なのっていう話ですよ。で、実際のところ、まあ、オンラインカジノやってる人たちは山のようにいるわけです。で、その人たちがお金を海外に送金してるわけじゃないですか。はい。で、そのオンラインカジノは海外に納税してるわけじゃないですか。別の国に納税してるわけです。はい。本来日本政府に入るべき税金が、その他の国に取られてるわけですよ。かすめ取られてるわけですけど、はい、それに関して、どう思ってんのかなと。僕は、まあ、一心、そうですね。